今日は群馬県中之条町にやってきました。道路沿いに大きな案内板が目に入ります。ドライブインに車を置かせてもらいます。遊歩道には雪が20センチほど積もっています。しかも足跡がありません。最近降った雪の中を進みます。すべてが凍りつき、滝壺から撮影できるようになりました。氷の下に滝が流れているようで、滝音がかすかに聞こえてきます。氷瀑の内部から青い光がほのかに見えます。いつもこの光に魅せられています。昨年の大雨で遊歩道の一部が崩れていました。春までには治ると良いですね。